神系。包囲されたものと申し上げ立てまつる。見りゃわかるぜ。見りゃよ。どうするの、バトラー。招待状がねえ客なら、お引き取りいただかねえとな。こいつらも何者なんだ。ベアトのとこの従者ってわけじゃなさそうだな。ヤギの姿は、このゲーム版のコマの形を模倣しただけのことでしょう。リーチやリーヤの眷属じゃない、もっと厄介な何かよ。なるほど、ボトルメッセージの具現化というわけですか。ボトルメッセージ、ベアト。違う、こいつは未来の住人たちの暴走のかけらだ。猫箱、そのうちに無限を秘める。その結果、箱の外の住人たちはその中身を無限に想像することが許される。その無限の妄想がこやつらの正体だ。あのヤギたちは私たちをどうするつもりでしょう。仲良く握手ができる雰囲気には見えへんで。あいつらは私たちがこの島でどんな惨劇が繰り広げられたかを勝手にでっち上げてはルフして回る最悪の連中よ。私が真実を語らないことを面白がる。勝手に次々と惨劇を生み出して。なるほど、1986年、猫箱を勝手に妄想する。未来のかけらたちってわけか。未来世界にはありとあらゆる解釈が存在します。それらは私たちが否定しない限り、全てが全て真実だと言い張り、この島に居座り続けるのです。これは厄介なことになったね。私たちは包囲する絶対絶命のピンチというわけだわ。あいつら何をしているんだ。食べてるよ、何か食べてる。バラを食べている。なければ一体何だと。あれは食っているのではない、侵食し削り取っている、このゲーム版そのものを。ゲーム版を食うだと。未来の世界では誰もが今日の私たちは惨劇に飲み込まれたと信じてる。だから彼らは和やかに過ごす私たちの真実を認めないの。過去の真実、未来の真実の前に置いて、あのヤギたち、無慈悲なる未来の顎と牙を、我らの真実を認めず、彼らの期待する真実で侵食するの。ふざけやがって、これが俺たちの真実なんだ。勝手に未来の、それもよその奴らの期待する真実に塗り替えようとするんじゃねえ。静かに、騒いではダメだ。
こっちへ来ますさ。まずくありませんか。この窓は実は後宮家特注の防弾ガラスだということは。防弾程度であの巨体の剛腕が防げるとは思えぬぞ。うわあ、来た来た、かけてくる。緊急、この窓を許すこと、亡きなりと知り立てまつれ。この窓を許すことなきなりと知り立てまつれ。まずい貫き心地、こんなまずい連中何匹も食ってらんないわ。準備。待ちな、ドンパチやってもさらに騒ぎで他のヤギたちを呼び寄せちまうだけだ。2階へ逃れるのだ。階段を封印すれば時間も稼げよう。みんな大階段を上がれ。急げ。
バトラー、人間は全員2階へ避難したぞ。よし、ドラノール、全ての階段の封印を頼む。ガートルードたちが行います。しかし時間稼ぎが必要です。さて皆さん、お仕事の時間でございますよ。煉獄の七姉妹、ここに。さあ行くよお前たち、今夜は食い放題だわ。シエスタ隊、外部タスク、オールスリープ、自動更新切断。データは取るな、捕虜は取るな。第七管区、アイゼルネ・ユングフラウ、領主命令により任務を開始します。助立ちするぜリオン、お前は足手まといだ。2階へ上がってろ。でもウィル、ここは私たちに任せ、あなたは上へ。あなたにも家族を守るという仕事がありますよ。わかりました、皆さんご無事で。バトラ卿、ガートルードたちが別階段の封鎖を完了しました。残る階段はこの大階段だけです。あっちの階段はちっちゃいから早いわね。でもこの階段は大きいから時間をかけそうね。時間稼ぎが大変だわ。食われたら私だって死んじゃうわ。悪いけど私は傍観者に回らせてもらうわ。元よりそなたは傍観者だ。助力を頼めぬのは残念だがな。気を使ってんだろ。俺たちの見せ場を奪わないために。あぶ、そういうことにしておきましょう。あんたたちのゲーム見届けさせてもらうわ。応援してるからね。ポップコーンを食べながら。もちろん今日は醤油バター味にするわ。バトラー、リーチェ、ちょっと来てくれる？多分見た方がいいものよ。今すぐにか。ええ、行こうぞ。みんなここを頼むぞ。群れじゃねえ、こりゃ海だな。未来人ってすごいわ。一体この島での惨劇をどれだけ大勢が妄想したというのかしらね。猫箱の外の寝言に過ぎぬわ。一掃してくれようぞ。それからあれを見て分かりにくいと思うけど、海岸線に。海岸線？船着き場が分かりやすいわ。よく見て分かる。まさか。ああ、多分そのまさかだな。あいつら食ってやがるんだ。出なさい、未来のかけらたち。虚飾を、幻想を、まやかしを。
イはこの島に惨劇を望んでいるの。エンジェだって真実を望んでる。虚飾も幻想もまやかしも全て全て食らい尽くしてあげるわ。儚いもの、猫箱さえも食い合う。なんて奴らなんだ俺たちを。そんなにも惨劇にぶち込みたいってのかよ。私が見せたかったのはこれでおしまい。戦況の判断に役立ったならいいんだけど。ああありがとう。おかげで最悪の気分だ。じゃあ次は書斎に行ってちょうだい。ゴールドスミスが呼んでるわ。落とすならベッドの上にしろというのだ。じいさま、まずいぜ。俺たちは完全に逃げ場なしだ。分かっておる。そしてこのまま立てこもってやり過ごすことも叶うわ。ロノウェたちはある程度の時間を稼ぐだろうが、それも一時だろう。しばらくは防戦できるだろうが、それも時間の問題よ。その防戦の間に何かの手を打たなきゃな。逃げるか。どこへ。ゲーム盤の外へ逃げる方法はあるのか。ゲーム盤の外は我らの領地の外側よ。後悔者の魔女でなければ出ることはかなわない。逃げ場なしか。いや、一箇所だけある。どこに。雲雲橋だ。なるほど、もはやそれしかあるまいか。うん、雲雲橋はこのゲーム盤の上で最も不可侵な場所だ。逃れる